ビットコインはまたもや28,800ドルのレジスタンスを挑戦し、現在28,200ドル付近で推移している状況でございます。ビットコインは土日の間にこの28,800ドルをブレイクし、さらに上のとんでもないプライスターゲットに到達するのか、それともビットコインは一旦挑戦し、会話を与えてくれるのか、本日ね、ビットコインの最新のテクニカル分析していきたいと思います。そしてね、今、巷まで話題になっているアービトラム、アービトラムのね、最新情報、オンチェーンデータを見て、 で一体クジラは何をしているのか買い得などはいつなのかねこちらオンチェーンデータをね用いてね分析していきたいと思います本日の動画もねものすごく重要となってきますので皆さんぜひ最後まで見ていってくださいということで早速入っていきたいと思います、まあ、この動画始まる前にですね 私ね、無料 PAP サロンね、募集してるってことね、話してると思います。まあ、聞いたことがないっていう方はね、まあ、動画の最後でね、また説明するんですけど、なんとね、こちら、日曜日まで、本日までだったんですけど、金曜日11時59分までだったのですけど、日曜日の11時59分まで募集することにしました。はい。あまりに人数が多,い多くて、質問が多いためね、募集します。そしてね、ビットゲットさんとまたコラボということで、新規登録で10ドル。そしてね、現物取引料に応じてね約ね、5000円ぐらいね、新規登録とかね、取引したらね、もらえるという状況の なってますこちらね、VIP 無料サロンに入る条件になりますので、まあ、詳しい条件とか、ね、参加方法とかね動画の終わりに全部説明しますので、まあ、ビットゲット登録しない方ね説明の一番上からねこちらのね特別 u r ありますので、ぜひ登録していってください。まあ、ということで、ね、早速ね動画入っていきたいと思います。まあ、ということですよ、ビットコイン。 こちらね、28,800ルの、ね、レジスタンスをね、再度ね、挑戦してきました。はい、なかなかね、大きい下落がね、昨日の動画で話したんですけど、まあ、この辺のロングをね、買ってから大きく反発し、 はい、28,800ね、もう一度挑戦してきたんですよね。もう一度挑戦してきて、このままね、4時間足でもね、かなりね、きれなね、遅足を確定したのですが、今ね、再度ね、こちらのね、まあ、この辺でね、推移している状況でございますと。そしてですよ、まあ、ビットコインね、この夜中のうちに、まあ、ブレイクする確率があるのかと皆さん聞くかもしれないんですけど、もちろんあります。ですが、はい、もう週末です。 土曜日、日曜日って、まあ、ビットコインね、歴史的に見てもですよ。統計学的に見ても、連日する日々が多いんですよ。例えばね、土日で、こういう、土日の時に、こういった重要レジスタンスね、28,800は重要レジスタンスじゃないですか。28,800百重要レジスタンスなんですけど、こういった重要レジスタンスを土日の時にブレイクした時ってどうなったのかと過去見ていきたいんですけど、例えばここです。はい。まあ、この時に23,800の時、最近なんですけど、これね、 ここですね。ちょうど土日の時に、ね、上昇していったんですよ。土日の時に上昇していって、まあ、そのままね、はい。月曜日になってから暴落していったって感じなんですよね。ので、土日の上昇は、まあ、かなりね、気をつけていきたい。はい。しかも特に、重要レジスタンスね。例えばね、ビットコイン、ここが重要レジスタンスだったんですよ。ずっとこの辺でレンジを続けてきて、まあ、こんな感じで何個もヒゲを作って、上にブレイクしようとしましたが、できませんでした。はい。 そして、まあ、ブレイクしたと思ったらはい土日によるブレイクだったんでこんな感じでねもう1回調整してきたんですよ。ので土日にもしブレイクしたらね騙しの可能性が、ね、高いです。 ので、気をつけていきたいところでございます。だから、土日ね、ブレイクして、うわ、ロング入れていこうって思ってしまったら、そのままね、騙しで下がってくる可能性ありますので、まあ、できればですよ、土日の間は、まあ、ブレイクしていくのをあまり見たくないって感じでございます。ので、まあ、理想的に言うのであれば、土日の間はね、この、まあ、レンジで、ここでね、ずっとレンジして、まあ、月曜日ぐらいから、まあ、こうやってね、ブレイクしていったらね、まあ、結構ね、理想的でございますと。ので、まあ、土日にもしブレイクしたらね、皆さん、ちょっとね、気をつけてください。魂の可能性がね、普通にあります。はい。 で、まあ、ビットコインに、ね、じゃあ最大どこまで、ね、下がってきたら買い時になるかと言いますと、まあ、自分がね、ターゲットしてるのはね、この2万6000ドルなんですよね。まあ、絶対ね、ここね、ストップロス置かれてるんですよ、ロングとかの。ロングとかのストップロスね、こう間違いなく置かれてるんで、もう一回ね、ここまで下がってくる可能性あるんですが、一旦ね、ここのストップロス買ってからね、大きなね、反発見せたので、まあ、ここまで、ね、下がってこない可能性、普通にあります。はい。そしてね、ちょっと過去のデータの方を見ていきたいんですけど、まあ、2020年も、 結構ね、今と同じような、冷やしてみたらね、今と似たような動きをしたことがあるんですよ。ここですね。はい。まこことか、ここ。例えばですよ、これ2万ドルの史上最高値をブレイクする前だったんですね、ビットコイン。はい。ブレイクする前だったんですけど、こんな感じで、まあ、一回大きく下げてですよ。こんな感じで一回大きく下げて、もう一回挑戦して、ここは高値ね、一旦ね、 高値でもう一回ね作ったんですけど、まあ、そしてもう一回ねダブルボトムみたいなのを作って、高値更新してブレイクしていったみたいな。しここの方が似てる,似てる感じですね、どっちかといえば。はい。冷やしで見ていったら、どっちかといえば、そうですね。ここの方が価格,価格のね、推移的に、動き的には似てる状況ですね。はい。ので、まあ、こんな感じで、まあ、 ダイヤモンドフォーメーションみたいなパターンですかね。まあ、この時はダイヤモンドフォーメーションだっ,てだったっていうのを覚えてるんですけど、こんな感じで。はい。こんな感じですね。で、ブレイクしていったわけなんですけど、まあ、ここもね、まあ、C っていうのであれば、まあ、ダイヤモンドフォーメーションとも言えるんですけど、アセンディングトライアングルとも言えますね。はい。冷やしに見ていったら。 4時間足で、ね、細かく見ていきたいんですけどね、ここまでね、チャートがね映るかね、わかんないですよ。多分映らないと思うんで、これ以上前に行ったら、無料の,あのトレーディングビュー使ってますが、映りましたね、ここ。はい。まあ、ここを見ていったら、今と似てますよね、これ結構。見てください、この4時間足の動き。こことかも結構似てますよね。こうやって一旦下がってから、曲、まあ、げて、もう一回ダブルボトムみたいに作ってみたら。そして、ここの4時間足見ていきますと、まあ、一旦大きく下げて、そして上げて、そしてもう一回ね、この辺までね、こう間違いなくストップロス置かれてますので、 まあこの辺来たら買い時ですね。27,300ドル。この辺もですね、27,000ドル。そしてこの辺まで下がってくるかもしれないですね。26,800。ので、まあ、このね、一回大きく反発したことを考えますとね、ここまでね、下がってくるのはね、可能性かなり低いです。ので、自分が今ね、ロング見ていくところとしては、まあ、27,000ですね。27, ドルあたり、まあ、この辺ですね。27,300から400ドルあたりで自分だったりね、まあ、短期的なロングね、打っていきたいと思います。この2つですね。はい。 ちょうどね、この時と似てますので、特にここと似てますね。大きく下げて、もう一回こう安値試して、もう一回ね、上を試し,試しますが、もう一回ね、サポート確認して、安値切り上げて、ブレイクしていったって感じなんで、まあ、こういったね、重要レジスタンスの時に、こういったね、パターンって見られる可能性がね、結構高いんで、まだね、こちらね、ビットコイン何のパターンも、まあ、作ってはいませんが、まあ、もうちょっとね、時間が経てば、 何かのね、パターンがね、見えてくるかなと思います。例えばこんな感じのアセンディングトライアングルね、例えばですよ。 ただね、今のところは何のパターンも見れませんので、ただね、この28,800ドル台にね、一旦ね、拒否されたりに関わらず、反発して、ね、もう一度に試してくるのはね、本当に上昇勢力が強いっていう証拠です。はい。私はね、まあ、8月までに4万ドルのビットコインを、ね、見,ることだと見ることになると思っているって、ね、ずっと話していると思います。そして、まあ、ビットコインの上昇相場でバブルが始まったのは18,400をね、まあ、ブレイクした時から言ってると思います。まあね、まあ、今のところね、何も変わってなく、昨日の動画でね、もっとね、細かく話してるんですけど、そのマクロとかね、政策金利のことはね、話 と思うんですけど、まあ、大きく変化、変更はなく、おそらくね、ここから、ね、ビットコイン、まあ、3万2000をブレイクしてくると思います。3万2000をブレイクすると皆さん思いますかはい、見てください、この3万2000。超重要レジスタンスじゃないですかこういった超重要レジスタンス、まあ、誰がどっかに見てもブレイクしないだろうと思うじゃないですか。だからこそここブレイクするんですよね。まあ、よくね、このチャンネルでこの下相場の心理学のチャートを紹介してるんですけど、まあ今までね、このディスブリーフね、 まあこの相場って心理で動いてるんです。人々の心理で動いてるんで、もちろんね、その統計学と数学とかね、関係あるんですけど、最も重要なのは心理学なんですよ。ので、その辺のね、データとかマクロとかもいろいろ入れて、全部をね、コンバインド、全部を合わせ持って分析してるのがミスター系コミュニティなんですね。大衆心理、テクニカル分析、マクロ経済、全部合わせて分析してるからこそ、かなりね、精度が高いってわけですよ。で、まあ、ディスブリーフね。 この上昇、皆さんね、思い出して欲しいんですけど、いつもみたいに失敗するだろうなって思いませんでした。この上昇。でちょうどね、そのここの説明が、いつもみたいにこの上昇は失敗するだろうと。もし一旦下がったとき、やっぱり下がっただろうと。はい。皆さん覚えてますかこのビットコインがね、大きくここまで下がったとき。で、私たちのここはね、もうここはそこだって言って帰ってました。はい。で言ったらね、大衆とは逆のことをしてたらいいわけってことですよ。 そして今ねこの2万5000という超重要心理,不し不理の節目ね2万5000ドルというのを週足で確定してブレイクしたことによりねはい今やっとねこの市場はねホープっていうステージに入ってきたと思いますまあ希望ですね回復はあり得るとで3万2000をブレイクしたらね自分はねこのオプティマズムこの上昇は本物だみたいなになってきて一気にねブリーフほんまにねこれはオールインすべきやバブルが始まったって言ってスリル もっともっとお金借りて買わなあかん。全員に言わなあかん。そして、エフフォービア。俺は天才だ。全員が金持ちになるぞ。みたいな。こういった心理になってくるんですよ。はい。で、その時にね、本当に理覚が難しいんですけど、ただね、私たちに見せたにコミュニティは冷静にね、できるだけ冷静にね、物事をね、まあ、見計らなっていきたいっていう感じでございますと。はい。で、まあ、自分がね、思ってる上昇、続く上昇としてはですよ。まあ、ビットコインはですよ。まあ、4万七千ドルあたりが、 まあ天井になってくるのか。4万ドルあたりがね、一っ見られてくるかなと思っております。そして、4万7000ドルあたりまで上がってくるかもしれないし、もしかしたら5万ドルもあります。5万3000ドルが来たら、やばくないですか。ただね、今回の上昇は市場最低限に続きません。そして、私に2024年初旬までに、まあ、中旬までにと言いましょう。中旬までにね、大きな、ね、リセッション。まあ、ここまで下が,る下がらないと思いますけど、まあ、2万ドルをね、割る。2万ドルを下回るぐらいの、ね、リセッションがね、大きな下落がね、来ると思ってます。なので、ここの上昇まで来たらね、本当にね、この 2020年の繰り返しだと思ってます。本当にね、まあ、方向性が定まらない中、どっちかといえばダウントレンド気味で、加工トレンド気味で、まあ、ずんとレンジしていくみたいなね、ものをね、私はね、想像していってるっていう状況でございますと。はい。で、今、まあ、続いてね、オープンエンチュースの方、新規竹玉件,、えー、件数、ロングとショートのポジションの合計数を見ていきたいんですけど、はい。まあ、これ、どうなんですかね。まあ、ここ、 の時にこの反発した時にかなりポジションが増えて、そしてここで一気になんか閉,じ閉じましたね、ここで一気に消えましたね、ここでショートが一気に焼かれたんですね、この上昇で一気にショートが焼かれて、はい今はまあポジションを閉,閉,閉じていってるって感じですね。はいで5分足で見ていきますと、こっちの方が、ね、5分足とかで、えー、と見ていった方が、ね、短期的な動きはね分かりやすいんですけど、まあ、ポジションを閉じられていってますね、ここで。 まあ、ポジションこれ上がってますけど、まあ、ちょっと微妙って感じ、レンジっていう感じですかね。ただね、結構ポジションの数が、まあ、この時にいたよりも減っていってるんで、まあ、間違いなくね、ロングとショートの、ね、割合が、ね、どんどん減っていって、はいまあ、上がりやすい状況にはなってます。間違いなく前よりは。はい。ので、まあ、さっき言った通りの最初の方に、まあ、土日はできるだけレンジで続けてほしい。まあ、もしかしたらブレイクするかもしれません。ただ、ブレイクしたら騙しの可能性もあるんで、まあ、ちょっと気をつけていきたいっていう状況でございますと。 はい、そしてね、まあ、ツイッターで言ったんですけど、まあ、現在ね、大衆がほぼ全員上目線じゃないですか。で、今まで下目線だったインフルエンサーたちが上目線に切り替わったのがちょっと気になりますね。今までずっと下だったのに急に変わってるんで。はい。で、最大に、まあ、2万5000ドルあたりまで来ても不思議ではないと。2万6000、2万5000ドルあたりで改ンとしてロング入れていきたいんですけど、ただね、今のね、同速足の動き見ていきますとね、こちらがね、まあ、 可能性としてね、まあ、ここまであり得ると思います2万5000円ね、結構ね、可能性低いんで、まあ、ここまで来るか分かんないですけど、もし来たらね、神買い時になってきますのでね、まあ、ご注目していきたい感じでございます。ただ2万5000円ね、明らかすぎるね、買いなんで、まあ、ここまで来ないでしょう。もう来たとしても、ここね、2万6000ドル。ここ来たらね、神買い時です。ただね、自分はね、この2万7000ドルあたりでも、2万7300ドルあたりでもロングね、ちょっと狙っていきたいと思います。はい。 そしてなんですけど、私みたいにね、こうやって短期トレードしたいという方は、まあ、さっき言った通りね、最初の方にビットゲットね、おすすめのね、おすすめになりますと。ここからね、登録説明の、ね、一番上から登録したらね、さらに30%で、ね、手数料安くなってね、さっき見せましたけど、ね、このイベントやってますんで、はい。そしてね、既存の、ね、既存のユーザーの皆さんもね、こちら、えー、8888BGB の賞金の山分けね、もらえることができます。はい。ので皆さん、ぜひ、えっ、ー、と、ビットゲットね、手数料がね、業界で一番安いです。見てください。 なりゆき0.042%、バイナンスとか0.1%なんで、マジでおすすめの取り引なんで、無料 BAP サロンに、ね、入る条件になるんで、動画の最後で、ね、説明しますが、皆さんぜひ、ね、ビットゲット、説明欄から登録していってください。そしてもう一つなんですけど、バイビットはなんとね、これもね、無料サロンとのコラボなんですけど、こちら、バイビットですよ、新規登録したらね、1000ドル分のロングがショートのポジションをもらえます。やばいです。 はい、100ドル入金と KYC レベル1をするだけで、1000ドルのロングかショート、ね、自分で選べる、ね、えポジション、もらえますで、実際にもらってる人もいますので、こちら、ね、人数減ってなって、今現在、80人しか受け取ってないんで、はい、こちら、8人、80人パー。 20%しか受け取ってないんで、登録してもね、ちゃんとね、KYC レベル1にして入金100ドル入金しないと受け取れないんで、皆さんね、そちらね、登録者たい忘れずにね受け取っ、受け取るようにね、こっから、受け取るようにしていってください。新規の人ね、こっからぜひ登録していってください。続いてね、じゃあ、アービトラムの方に入っていきたいと思います。こちらね、アービトラム、まあ、言ったらレイヤー2のブロックチェーンで、イーサリアム上にあるレイヤー2のブロックチェーンでございまして、 結構ね、こちらね、期待値が高いと言われてるもので、次のバブルに自分はレイヤー2系が来ると思ってるんですよ。そして、無料 VIP サロンでもね、こちらね、結構ね、話してるんですけど、これね条件満たした方しか入れないんで、これね、あんまり見せれないんですけど、こんな感じでオープンチャットありますと。はい、オープンチャットあって、ここでね、ミスター券発信というところで発信してるんですけど、ワーアビトラムのことについてね、丸るところに見えんでね、このね、ちょっとカバーしていますと。 YouTube はビットコインメインですけど、次のアルトコインバブルに向けて、無料 VIP サロンをねこれやってますと。全員無料で入れるんで、こちら。条件をクリアした方のみ。これ動画の最後で言うんで、気になっている方、落ち着いて動画最後まで見ていってください。で、まあ、なんでね、アービトラムが今からね、ちょっと上がっていくかもしれないと思うかも、思うかと言いますと、次のバブルで間違いなくて空通貨だと思ってるんでた焦る、た汗って買う必要じゃないんですけど、このね、 エアドローを受け取った人がもう80%に近いんですよ。80%に近いってことは、まあ、結構ね、もう売りやつが全部終わったってことなんで、はい、これがね、いいサインなんですよね。そして、まあ、オンチェーンデータ見てたら、誰が ARB、アービトラムを買ってるかと言いますと、なんとね、<laughs> 3700イーサリアムね、約9億円分のアービトラムを買ってるウォレットが、まあ、1.28ドル付近でいますと。はい、こちら1.38ドル付近で買って、この人は、 えっと5億円のアービトラムを、まあ、約ね1.28ドルで買って、この人はこの人も5億円のアービトラム1.36ドル、この人も2.5億円のアービトラム1.28ドルみたいな感じで、結構ね、クジラは買っていってるんですよ。そしてこの人は、アービトラムのはいエアドルを受け取ったんですけど、なんと3億円約3億円分の。 アービトラムのエアドロを受けたんですよ866アドレスから言うたらやりまくってねこっちこっちこっちそれでただ金ですよこれやばないですかこれがね仮想通貨でしよただ金で言ったらねもう本当にそういったネットワークに参加することによって言ったら報酬として上場するときにエアドロもらえるってよくあるんですよこれ私はねもらってないんですけどこれ触ってるだけで 866アドレスやから大変やと思うんですけど、やばないですか ?2 億円もらえるんですよ。2.5億円もらえるんですよ、これで。その人は全部ね、えっ、ー、と、誘導性提供してるみたいです1。1枚も売らずに。誘導性提供して、はい。えっ、ー、と、ニースアットサービスで誘導性提供しているみたいですと。そして、もうちょっとね、面白いデータあったんですけど、この人はアービトラムを、えっ、ー、と、1万250のアービトラムを受け,、ま、受け取りましたが、彼は売らずに、 なんとね、100万ドルね、1.3億円分のアービトラムをね、1.37ドルで買ったと。で、今のアービトラムのね、価格帯はまあ何なのかと言いますと、1.5ドルなんですよね。まあ、この1ドル台の価格帯でもみんな買っていってるって感じで、まあ、時価総額的にもね、1ドルぐらいがね、まあ、妥当だったんですけど、見てください、これ。完璧にこれブレイクしてって、はい。まあ、自分ね、本当にちょっとしか買ってないんですけど、1.38ドルぐらいで。まあ、これブレイクしてね、曲がっていってる状況で。ただね、もう上がりすぎてて、 まあちょっと不安定、まあ上がるかもしれないですよ、もっともっともっと。ただ、リスク高いんで、まあ、自分はね、飛び乗ることはね、お勧めしないって感じでございます。ただね、長い目で見て、アービットラムはね、自分で、ね、かなりね、注目している通貨でございますので、80%はね、これ、リースされてるんで、もっと上がっていくかもしれないですね。時価総額今、30位台なんで、普通にトップ10にいても、マティック超えてもおか、まあマティックは超えるか分かんないですけど、トップ10にいてもおかしくない通貨なんで、次のバブルで。 はい。だからかなりね、アワビートラムね、私はね、期待してるっていう状況でございますと。はい。そんな感じでございます。という感じで、皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、最後にね、無料 VIP サロンのね、まあ、参加手順ね、もう一度ね、説明していきたいと思います。本当はね、金曜日、本日の金曜日、11時59分まであったんですけど、まあ、質問とかね、あまりにも多いため、今回ね、ちょっと延期します、日曜日までに。では、日曜日超えたらもう参加できないんで、皆さん、日曜日までです。 日曜日11時59分までなんでね、申請方法を今から全部説明していきたいと思います。まずね、こんな感じの内容を発信していきますと、皆さんぜひスクショして読んでください。い参加条件としては、ビットゲットプラス FXGT。詳しく説明すると、FXGT という取引所を必ず登録して、ビットゲットまたはバイビットまたは OKX、OK、を メイントリグクショットして使用していく。だから、ま、さっきね、バイビット、ビットゲット紹介してす。今ね、そういったね、コラボしてるんで、めちゃくちゃお得なね、入金ボーナスとかね、1000ドル分のね、ポジションをもらえたりするんで、マジでバイビットとビットゲットおすすめするんですけど、まあ、言ったらね、この FXGT をね、この URL から登録していってください。で、いつもとね、これ登録の仕方違うんで、この動画見てね、使い方とか見ていってください。もしもうアカウントある人でももう大丈夫です。これ上書きできるんで、この上書きの方向もね、方法もこの動画のタイムスタンプでやってるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この動画で見てください。 これね、登録して、そしてこのバイビットね、またはビットゲット。まあ、この UR、L、でもいいんですけど、ここ、これを登録して、持ってる方は再度ね、登録する素材がありますので、OKX、OK、がバイビットかビットゲットありますと。で、それをね、メイン取引所として使用していくのが約束になります。はい。こっちもね、無料でやってますので、お互いがウィンウィンでできる結果、お金取らずにどうやって無料でできるかなと思った結果、まあ、こうやったらね、お互いウィンウィンできるかなと思いました。 はい、ので私の URL が登録しないと入れないんでね、皆さん、そちら、ね、よろしくお願いしますと。そして、まあ、入ったらね、皆さんあの入ってあげた、登録したから入ってあげたみたいな方だったらね、まあ、もう登録しないと入れないでください。私もね、自分のペースでね、プレッシャーとかもなくね、マイペースで、ね、発信していきたいんで、まあ、そのままにね、応援したいという方だけ。 はい。別に登録したからなんかあるとかじゃなくて、もう、見返り求めない方だけでお願いします。自分もね、マイペースでやっていきたいんで、はい。よろしくお願いします。FXGT ね、今、登録者に1万5000円もらえますので、見てください。KYC と終わるだけでも1万5000円全員もらってるんで、普通にあの、なんか、あの、ここにもある通り、 もう違反者、続属接してるらしいんで、家族のアカウントで登録して、もそれで1万5千円もらえるレベルなんで、普通にやばいです。で、バイビットもね、こちら、1000ドル分のポジションもらえるんで、言ったら、まあ、はい、こちらも違反者、属接レベルの感じでございますと。はい。そして、UI で、申請する方法なんですけど、ディスコードグループ入ってください。これ説明欄に一番上に、これ、社員でディスコードグループ。 はい。このディスコードグループ入ってください。で、アカウント持ってないからこれ無料で作れるんで,で、で、アプリもあるんで、これディスコードグループね入ってくださいと。そして、はい。ディスコードグループ入りましたら、こんな感じのね画面になりますと。ゃこのオープンチャットってあるんで、この無料 VIP サランを表示されます。このオープンチャットってあるんでこ、ね、こ,んでこれでスラッシュ、VIP って調べてください。そしたらこれありますと。これクリックして、そして FXGT の UID、適当に打ちますね。あ、ミスった。とミスったんですけど、 スラッシュ VIPFXGT 売って数字ですね。数字にしますと。他3ってあるんで、これでバイビットかビットケットか OKX、OK、の入れてください。そしてこれ売って OK したら、問題がなかったらね、OK されますと。そしてもし、やり方がわからなかったらね、この新田さんっていう人が方が、この VIP サロンサポートというところで、これ通話ね、教えてくれますやり方。わからない方は。はい、この方がね、もうめちゃくちゃ確か DM もね、オープンしてるんで、この方に聞いてみてください。 はい、本当に、ね、新たさん、ね、ありがとうございますって感じでございますと。はい。って感じですね。まあ、そんな感じでね、申請できますので、皆さんね、申請お待ちしております。と、まあ、てな感じで、v、無料 VIP サロンね、自分が仮想通貨初めの時に知り,知りたかったこととかね、やっていくんで、もっとね、どういった内容なのかを知りたいという方ですよ。まあ、この動画ね、6日前の動画の18分ぐらいから説明しますと。あと、この FXGT の 動画の最後の方にね、これ説明しますんで、どういう内容していくのか。まあ、これね、見ていってくださいって感じでございます。そして最後になんですけど、ビットゲットさんがなんかこちらのビットキープっていう、まあウォレットにね、約30億円投資したということで、まあちょっとあんまり詳細はわからないんですけど、まあとりあえずね、まあビットコイン、イーサイの BNB チェーン、すべてのチェーン、チェーン、 チェーンのウォレ、チェーンを繋がってるウォレット、そして100、100万人以上おる、まあ、こちらのウォレットにね、投資したということで、まあ、はい。まあ、そんな感じでございますと。はい。そして次、こちら、新規上場ということで、ステーブルゾーン。これもあんま、初めて聞いた銘柄なんですけど、こちらがビットゲットに上場しましたと。そしてまたね、こちらに持ってるね、銘柄もこちら持ってる人はね、こちら入金したらね、ボーナスとかもらえる。 みたいなんで、今回は10%のキャッシュバックもらえるんで、まあ、持ってる方はぜ、ね、ひ、ね、こちらビットゲット、ね、使っていってください。という感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回のところでお会いしましょう。では